アロワナ目、アロワナ目は、甲骨魚類の分類群の一つ。オステオグロススム目、あるいは骨のどめ、骨陰目と呼ぶこともある。4二28属で構成され、アロワナやピラルクーなど、熱帯地方に分布する泡魚を中心に、およそ218種を含む。アロワナ目は、ヒオドン目と共に、アロワナウアメに属する一群で、 その系統は古くしばしば古代魚に含められる。化石記録からジュラ紀後期約1億4000万年前にはすでに出現していたことがわかおり、死神魚から暁月神聖にかけて多数の化石種がアメリカ、ヨーロッパ、アフリカなど広い範囲にわたり発掘されている。日本には原生のアロワナメ魚類はいないが1989年以降、 北九州市の脇や阿蘇群、白秋前期の地層群から、本目魚類の化石が相次いで出土している。その中で、青木育ち須族、英雄キクシース及び太鼓、ヒレの位置が異なる五種が属新種として記載されたほか、ユンカン育ち須族、ユアンコングシースの新種も発見されている。舌骨及び鋼外を構成する腹長頸骨など、甲骨を構成する骨に、 よく発達した葉を持つことが、アロワナ目魚類の特徴である。そのため、獲物を捕らえる際に、多くの魚類のように上下の顎ではなく、口蓋と下で捕食する。アロワナ類を総称した、オスティギーロッサドという語は、オスティグロッサム族、アロワナ族に由来するが、このオスティーグロッサムという学名は、ギリシア語の、シグマタウイプシロニュー、オスタイアン、ホネートガンマラムダオメガシグマシグマアルファー。 グロッサ、絶に由来する造語で、骨の下を意味している。背びれとしぎびれが、体の後方にある種類が多い。尾びれを支える難情は十六本以下で、骨格の一部、アゲげおネなど、は融合している。盲腸は、通常二つあり、バタフライフィッシュのみ一つしか持たない。アロワナ木は4か十八属百十八種で、構成される。かつて本に所属していた、 ヒオドンかヒオドン時代は独立のヒオドン目とされた。アロアナカを、アロアナアモク、オスティーギーラスイディー、ナギナタナマズカ、モルミュルスか、ギムナルクスカを、ナギナタナマズアモク、ノータアプターエティーとしてまとめる場合もある。和名のない分類名については、上野、坂本、二千五によるカタカナ表記に従った。表による、空気呼吸能力の有無に関してはジェビー・グレアムによる、 アロワナカオスティギー,ーロスサディーワニアカゴ属ハッシュ。南アメリカアフリカ、東南アジアオーストラリア北部の熱帯域に分布する雑食性あるいは肉食性の淡水魚である。顎に歯を持ち、浮き袋は頭蓋骨内に貫通しない。ピラルクバタフライフィッシュなど、ひょう、浮き袋を空気呼吸に利用する分類群が含まれる。腹気は胸びれの基部よりもずっと後方に位置し、 ヒレ状は6本。ヘテロチジナ赤は二属二種。しかし、2013年3月発行の詩には、ドナルド・ジェイ・スチュワートにより、キュビーバラスジャンが1847年に記載したアラパイマーガッシジーをアラペイモヒガスとは異なる独立詩として復活させるべきとする論文が発表された。ただし、種の記載の根拠となる基準標本は、 第二次世界大戦で失われた上、新たに捕獲もされていないため、論文は、元気細文献とその中の詳細な骨格のイラストを元にしている。さらに、ドナルド・ジェイ・スチュワートは2013年9月の同志に、アラパイマ・レプターソマを新種として記載している。原文には種小名は長、が、英語版アラパイマ族の記事を参考にした。こちらは、ソリモン・エスワ。 アマゾン川のブラジルペルー国境からネグロ川、合流地点までのブラジルでの名称とプルス川との合流地点付近で捕獲れた個体を基準標本としている。後者のみを新種と認めれば二族三種である。英語版記事はそうしている。下顎にげがない。ピラルク・ワラパイ・マギーガスはアマゾン川などに生息する。ナイル・アロアナ・ヘタラティス・ナイロ・タカスはナイル川や、 西アフリカの河川に分布し、腹長頸骨の葉を描くほか舌骨の葉も、対価的である。二属もに、表に、空気呼吸能力を有する。アロワナ赤は三属六種。属、シルバーアロワナブラックアロワナなど及び属、アジアアロワナノーザンサラトガなどは、下顎にヒゲを持つ。属は、バタフライフィッシュのみを含み、以前は独立のトガとして扱われていた。 バタフライフィッシュは、西アフリカの熱帯に分布し、ヒレ状が長く伸びた腹びれが特徴である。オスティーグロッサムとスクローラピッチスの二族は、空気呼吸をしないが、パントロンは表に、空気呼吸能力を有する。なぎなたなまずカノートテリレーはイは四族ハッシュからなる。顎に葉を持つ。突起状に伸びた浮き袋が、耳の側面を通過し頭蓋骨内にまで達する。尻びれが非常に、 長く、おひれと、連続している。背びれと、腹びれはないか、あっても極端に小さい。体、特に尻びれの上には、反転状、波状の模様が見られる。大型の魚類で、最大で1.5メートルに成長する。四族ともに表は、空気呼吸能力を有する。モルミュルスカモーミラリーは18族201種で、構成され、アロワナ目の中では、 最大のグループである。顎に歯がなく、浮き袋は頭蓋骨内に達し、尾ひれは二股に分かれる。本家魚類は、口の形が多様性に富んでおり、ふん、口先が長い鼻のように突き出たもの、エレファントノーズフィッシュなど下顎が伸びたもの、丸みを帯びているものなど種類によって様々でる。川底で餌を探す定性の種類では、顎ひげを持つ場合がある。多くは、 体長1 0センチメートル未満から5 0センチメートルまでだが、一部1 5メートルに達する種類がある。モルミュールス化魚類の一部は、ビ部の筋肉から分化した発電機関を持つ。発生できる電流は一般に微弱であり、夜行性である彼らは、発電能力を周囲の物体の位置を特定するために用いている。可能性があるほか、外敵への警戒や仲間とのコミュニケーションにも、 利用していると考えられている。本家の魚類は高い学習能力を持つことでも知られる。体重に対しての脳の重さ、特に小脳が魚類としては例外的に大きく、人間とほとんど変わらない。ギムナルクスかジムナーキデイは一族一種。ナイルガーなどに生息する。体は細長く、腹気、尻びれ、尾ひれをかき、腹腸肩骨及び、 舌骨の歯もない。背びれは非常に長く波打たせるように泳ぐことで更新も可能。大きな小脳、小さな目、発電機関の存在、頭蓋内に達する表など、モルミュルス化との共通点が多いことから、本家を含めないモルミュルス化を側系統群とみなす場合もある。表は空気呼吸能力を有する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。